いい夢見ろよ。あーということでやっていきましょう。どうもラナございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこらい戦争ほんわかんでやっていこうかなと思います。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはアクションこちらでございます。今回は女王の発掘調査女王の発掘調査1に挑戦していこうかなと思います。やっぱ神々やな。では早速ですね、やっていこうかなと思います。残り16分でね、ちょっと開催終了してしまうんで、ちょっとささっとやっていこうかなと思います。では詳細の方見ていこうかなと思います。さあということで、以前も確か同じようなステージあったよね。悪魔がめちゃくちゃ出てくる感じのねステージがあった気がしますけれども、それと同じなのかな。はい、ということでこちらのステージに関しては全4ステージでございます。でこれも確かあれだよね、1日に1回しか挑戦できないんじゃないの。まあ多分クリアしたらね、もうすぐ消えてしまうんではないのかなとは思うんですけども、またとりあえず定期的にやって最後のステージになったらまたちょっと動画の方でやっていければなと思いますんで、よろしくお願いします。さあということで残り時間もね、もうないんで、もうささっとやっていきましょうか。でどうだろうね、何出てくるか全くわからないんですけども、まあとりあえず適当にやっていきましょうか。じゃあ前回ちょっとね、まあ新レジェンドで使いました編成の方でちょっとこのままやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。さあということで早速いきますよ。異物調査1計画いきましょう。羊さあということで、どうだろう、何出てくるんだろうね。悪魔なのかな、またどうでしょうか、わかりませんけれども、お、まだ出てこないぞ。あー待って、何こいつ、ちょっと待って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 、ちょっと待って、新手のワンコ来たぞ。何こいつ、ちょいちょいちょい、待って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 、あーなんでスピードアップオンにしたんだろう。え、ちょっと待って、え、こいつは何、何属性なのこれ。え、あーオッケー、ワンパンでいけたけど、ちょっと待って、これ何属性なのこれ。え、これ何ワンコなのこれ。うわー、ちょっと待って、この後ね、これ終わった後にちょっと図鑑見てみましょうか。え、待って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 、お前なんだあれは、あれは一体何なんだ。ちょっと待って、ちょっとちょっと待って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 、ちょっと見たことないやついるんだけど。あ、また出てきましたね。え、これ何これ、また新属性臭い気がしますけどもね。でもちょっと可愛い、なんか狼チックですごくいいと思います、僕的には。はい、なんだろうね、何ワンコなんだろうね、ちょっとすごい名前予想しづらいな。なんだろうね、あれ何ワンコなんだろう、やばいな、早くちょっと気になりますけどね。よし、もう終わりそうでございますね。 OK ってことで終了でございます。いや、ちょっと待って、今日一びっくりしたわ。よし、じゃあもうとりあえず、え、どうしようか、あと図鑑見て今回動画終わっちゃいますけども、まあとりあえず、終わりでございます。はいはい、ということで発掘調査、発掘調査、発掘調査に関してはこれで終わりでございますね。ステージの方も消えておりますね。はい、そういえば未だにまだグミ大戦争やってないんだけど、やらなくちゃね。ではとりあえず今回ね、初対面しました、ちょっと敵の方確認してみようかなと思います。多分一番後ろら辺にいますよね。あ、これでございます。はい、野生のワンコ、なるほど。じゃあとりあえずこの下のテキストの方ですね、読んでいこうかなと思います。旅行で南国の大自然を訪れた時に見た野生の底力に魅せられ、会社を辞めて自然と生きる決意をしたワンコの双子の弟。双子の弟いるんだね。波乗りと泡盛で野生の生活を勤しんでいるっていう感じでございます。泡盛か、そう、泡盛ってね、飲んだことないんですよね。なんか話聞くと悪酔いしやすいっていうね言われるんですけど、どうなんでしょうね。ちょっといつか飲んでみたいお酒でございますけれどもね。なるほどね。じゃあ今後あれなの、野生のなんとかっていう敵もいろいろ出てくるのかね。まあその辺もちょっと楽しみにしつつ、やっていければなと、思います。でまだそうだね、まあ敵の方も出現っていうか、まだこのねハテナになってるところもありますので、まあこれはあれだよね、多分新レジェンドの最後のステージかなに出てくるやつが多分ここになるのかなと思いますので、またとりあえず次回やっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。どうしよう、ちょっと時間がちょっと時間余ったね。どうしよう、ちょっともうやることないんで、せっかくなんでちょっと今からですね、まあ多分動画でやるのはめちゃくちゃ久しぶりなんですけども、レジェンドクエストの方やっていこうかなと思います。まだねちょっとレベル20で止まってるんで、まあちょっことだけ、やっていこうかなと思います。まあとりあえずいちいち編成変えるのめんどくさいんで、ちょっとこのままやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ行きます。さあということで早速やってまいりましょうか。お、ニャンマが入っておりますので、まあ問題ないんじゃないのかな。まあ壁出しつつという感じでございますね。いやー、野生のワンコね、まさかこのタイミングでね意外なキャラクターが出てきたのびっくりしましたけどもね。
まあまた今後ですね、多分いろんな場面で出てくるのかなと思いますのでね、まあ、どうなんだろうね、野生のコード何出てくるんだろう、すごいちょっと楽しみだな、めちゃくちゃ楽しみですけどもね。そういえばさ、基本キャラクターでさ出てきたさ、こいつ猫超人だっけ、こいつに関してはさ狂乱って来るのかな、その辺は。あー、レアチケットだ、やったー。はい、じゃああともう何ステージかちょっとやっていきます。さあということで、お次はレベル21でございます。あ、ノーマルのワンコ来ましたね、タイムリーでございますけどもね。いやまさかのね、これで何種類目のワンコなんだろうね、だいぶ結構ね量いるかなとは思うんですけどもね。あれグッズ化してほしいな、あれ結構割とビジュアル気に入ったんだけど、いやあれいいわ普通に、ちょっと今後ねなんかグッズ化してほしいなと、思いますけどもね。いやでもレジェンドクエストも結構久しぶりだな、そうなかなかね普段使わないキャラクターとかがね編成に入るんで、結構これね嫌いじゃないステージなんですよね。そうなんか改めて使える場面がね設けられるんで、すごいいいなってね毎回思いますけどもね。でも大体ねやるときってね、残り時間が結構ギリギリなときにやるんですよね。もう完全にねなんか夏休みとかの宿題をギリギリにやるパターンにねなんかやる感じなんですけどもね。なかなか倒れないぞ、ちょっとダディ強いけど、いやどうだろう、この編成なんとも言えないけど、ちょっと待って、メタルワンコがなかなかちょっと厄介だな、これ。いやクリティカル出すキャラクターがこの編成なんかいないよね、なかなかなんとも言えない編成だもんね。いやダディが、どんどん来てる、どんどん来てる、どんどん来てる、どうしようか、とりあえず次のステージで、とりあえず今回の動画はこれで終わりしようかと思うんですけど、待って、まずこのステージがクリアできるかどうか。あ、オッケーオッケーオッケー、意外とメタルワンコさばけております。よし、オッケー、ダディ倒せましたね、オッケー。よし、じゃあ残るこのトリマクたちをちょっとお掃除して、今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。はい、さあでとりあえずまた次回ですね、新レジェンドの方も、近々ですね、やっていきますので、お楽しみにしていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。どうだろうね、勝てるかね、ちょっと分かりませんけれども、なんか難しいような予感しますけど、まあ負けながらもとりあえずですね、まあ光を目指してちょっと頑張っていければなと、思いますので、よろしくお願いします。なかなかちょっと進まないな、ちょっと早く倒れてくださいよ。あともう1ステージぐらいはちょっとやりたいなと思いますので、ちょっと早くちょっと道を開いてくれ、頼みますから。もう抗わないで、抗わないで、もうこのまま負けを認めてください。よし、オッケー、ここまで来れば大丈夫でしょうかね。はい、いやーいいねこの編成、なかなか独特な編成でございますけど、どうなら次の編成どうだろうね、どんな感じになるか分かりませんけど、よし、オッケー、じゃああともう1ステージやっちゃいましょう。さあということで、今回はこれでラストにしようかなと思います。あーちょっと待ってよ、これってさ、これってあれじゃないの、大量にさはぐれたやつが出てくるんじゃなかったっけ。ちょっと待てよ。とりあえず、やられっぱなしだけど、とりあえずちょっと待てよ。大丈夫だっけ？これってあれだよね。ちょっと待って、一旦ちょっとエクスプレスでちょっと突進してみましょうか。はい。で、これでバーンって出てくるんだよね。あんだよね。だよね。あ、これさ、波動エルドめちゃくちゃいいんだけど、この編成はいないよね。ちょっと。あ、でもいい。エクスプレスが。あ、これスピードアップするといいんだよね。これ、ほら、吹っ飛ばされるから。ほら、いいよ。あー、一体消えましたけど。まあ、いいか。とりあえずいろいろ出してまいりましょうかね。はい。いやー、なかなか独特な。で、これだけだっけ？あとなんかさ、ニャンダムとか出てこなかったっけ？いやー、これさ、キャノンブレイクだとちょっと微妙だよね。普通にニャンコ砲でよかった。てか、こういう時にニャンコ城さっきいたのに、このまま編成にいて欲しかった気がしますけどもね。で、これ数が多いのよ、なかなか数が多いね。いや、だいぶ久しぶりだぞ、このステージ。うわー、こんな感じでございますね。これってさ、待って、どのステージだっけ？どの辺だっけ？でもまだ序盤だったよね、レジェンド、ステージに関してもね。このエクスプレスのこのね、この荒ぶりを、これなかなか、これ、時間かかるな、これ。あー来た、ここでニャンダムの方が来ました。ってことはもうあれだよね、ないよね、もう衝撃波は訪れないよね。あとは多分突っ込むだけかな。あー、このニャンダムの攻撃がこれがなかなか厄介でございますけれども、あ、でもオッケー、そろそろ大丈夫そうですね。あー、危ない、そんなに心配することはなかったですね。はい、ということで終了でございまーす。はい、ということで今回はですね、女王の発掘調査に挑戦いたしました。で、今回初めて遭遇しました。こちらでございます。野生のワンコでございますね。特にね、波動を放つわけでも、レッパーを放つわけでもないね。なんとも言えなかったんで、特になんか厄介な感じはしなかったんですけども。またとりあえず今後出てくるのかなと思いますんでね。まあ残る発掘調査の方もですね、まあやっていければなと思います。ということで、今回動画は以上。となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。